それじゃまたね。今度こそ大丈夫だよね。ああ、もう急がないと。これでもダメなんて、もうどうすればいいんだろう。あ、キリタ！うん、実は時間制限のあるクエスト中なんだけど。どこに行ってもたらい回しにされちゃって。ケルトナーっていう伯爵家に飾ってある女神像を盗み出せっていう。最後まで聞きなさいって、それは実は他のお屋敷から盗まれたものなの。だから、それを奪還するっていうのがクエストの目的。普段は警備が厳重で、とても忍び込めないんだけど。今夜はパーティーが開かれるから、それに紛れて忍び込めるらしいんだ。それが、わからないから困ってるの。招待状だってちゃんと用意したし、時間もまだ間に合うはずなのに。なんか、お通しできませんってそればっかりで、理由がわからないんだ。こんな時間、失敗かな。うん、なんでも悪毒稼いでいるって設定みたいだから、お金持ちだと思う。そう言われてみれば、そうかも。ということは、誰かがエスコートしてくれればいいわけ？え？それは嬉しいけど、でも、いいの？じゃあ急いで行こう。うん、それは平気だけど、どこに行くの？お二人様でよろしいですね。招待状確認いたしました。どうぞ中へ。キリトの言った通りだね。うん、確か屋敷の奥にある客間に飾ってあるんだって。どうキリト。よし、鍵は任せておいて。よーし、お宝ゲット。あれ？まさか台座にトラップが仕掛けてあるなんて。どうしようキリト。うん、窓から逃げるの？おい、誰かが侵入したぞ。盗まれたものはないようだな。続兵、警報に驚いて逃げ出したか。窓が開いている。あそこから逃げたぞ。探せ。うん。なんでもない。それより、さすがだね、キリト。とっさにこんなこと思いつくなんて。そっか。これで、警戒が厳重になるフラグを踏んじゃったんだ。あのお店で買ってたやつ、何なの？これって、ドレスじゃない。そっか。これを着て、招待客に紛れ込むのね。うん！なんだか、変な感じ。もう、そういうことじゃなくって。こういう時、ストレージにしまえるのは RPG ならではだよね。ねえキリト、現実離れついでにちょっと踊っていかない？ほら、ホールで舞踏会が開かれているから。何よ、私と踊るのは気が進まないっていうの？エッチ。それでどうなの？予想以上にどうなの？を選んだ罰です。ねえ、私セクシー？ではなくて？真面目な顔してそんなこと。嬉しいよキリト。今日はありがとう、手伝ってくれて。今日の衣装さ、今度はクエストじゃなくてさ、今日の衣装着てどこかに遊びに行かない？絶対だよ、絶対だからね。了解よ。頑張ろうね。